第3回目隠しクイズハイエナでございます。草もメレンジ。1回目のチャンピオンが林さん、おお、2回目が草上さんということで。なるほど。スコッチさんは、ちょっと前に自分のことを俺は振動だって言ってましたよ。特に笑いを取るとかではなくマジで言ってましたから。まあ神の子かヤバいやつかどちらかだと思いますね。見せてやるよ。そうですね。はい、それでは皆さんアイマスクをお願いします。いきます。一本でも人参、二足でもサンダル、では八頭でも何？用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、それでは、アイマスクを取ってください。はい。回答権は林さんです。はい。わかりました。答えをどうぞ。ダメですよ、考えたら。はい、グサイ。考える時間あったんですよ。はい、グサイ。はい。はっ、ぽんはしないです。不正解です。最初はマイナス1ポイント。あれ？林さん、マイナス1ポイント。おかしいな。正解は、クジラです。うん、お、それでは第2問。出てくる漢数字を全て足すと7になる四字熟語を1つ挙げなさい。用意スタート。1、2、3、10、11、12、13、14、15。はい、それではアイマスクを取ってください。お、回答権は林さん。うわー、マジでマジで、またフェイクの時間にあげましたけど。二足三本。え、不正解です。マジか。第3問。はい、バレンタインデーが誕生日の人は星占いの星座は何座になるでしょうか。用意スタート。1、2、3、9、10、11、12、13、14、15。はい、それでは目隠しを取ってください。はい、回答権はスコッチさんです。お、わかりました。水亀座。正解です。おし。で、ハイエナは1ポイント。1ポイントでしょうね。草枠さん0ポイント。ギリギリに上げましたから。そう、今のはうまかったな。第4問、ドラゴンクエスト5、3匹目に仲間に入れた時にスライムの名前は何になる。用意スタート。1、2。回答権はスコッチさんです。スラキチ。不正解です。スコッチさんマイナス1ポイント。2人ともフェイクです。2人ともフェイクでございました。はい、なかなかクイズが答えられない状態が続いております。まあいいです。第5問いきます。日本の都道府県、あいうえお順に並べると一番最後に来るのは。用意スタート。1、13、14、15。はい、アイマスクを取ってください。回答権はスコッチさんです。答えをどうぞ。和歌山。正解です。スコッチさん1ポイント、残り2人は0ポイント。あ、よし、よく分かったわ今の。俺も和歌山、どうしよう。これ誰もハイエナで得点してないから。そうですね、ね、確かにこのゲームの醍醐味では探り合いになってます。いや、ちょっと草脇さんとハイさんが行かないんですか。ビビりながら意外に今回行かないですね。確かに。草脇さん、マイナス1ポイント。はい。スコッチさん、2ポイント。はいはいはい、はい。ハイさん、マイナス1ポイントということで、スコッチさん、初優勝。ありがとうございます。チャンピオンやってましたね。すごい、2人のチャンピオンなぎ倒してね。あとやっぱりハイエナにポイント取らせないとこのゲームの醍醐味は見せれないんで、最後は取らせない。はい、優勝は振動スコッチ。おお、振動だった。振動でした。そうでしたね。振動スコッチで振りにならなかったね。